MA です。ビューラーの皆さん、ビューリーへようこそ。こんにちは。こんにちは。はあ、自信がない。喪失ですよ、喪失。サムネに合わせに行かなくていいんで合わせに行くなよ。そういう時もありますよと。いや、まあね、あの今さ、サムネ見てこの入りから見たらね、ちょっと驚かしちゃった方もいるかもしれないんですけれども、うん、いや、まああれですよ、別に落ち込んでるわけじゃなくて、そういう時ってないって話、うん、つまりなんかね、私結構で、ね、自信がね、喪失する瞬間って結構多くって、うん、うん、でもなん、みんなそうだと思うんだよね、私が、うん、あ、ちょっととりあえず乾杯させてください。じゃじゃーん。どうこれ色がさ、うん、めっちゃ綺麗だね。めっちゃ綺麗でしょ。私、うん、ほら、よく飲んでるの、ほら、私リンゴ、うん、よく飲んでるんですよ。みんなこれ知ってないかな。おすすめですよ、これカバーチーン。でもこれは私初めて飲むんだ、ちなみに。この普通のタイプみたいなの。あ、でもちょっと甘いな、これ。甘さすっきりや。うん、美味しいわ。いや、昨日さ、ちょっとツイートしたらさ、なんか思いのほかね、なんかすごいいいねって言ってびっくりしちゃったんだけど、うん、あの、その時の気持ちをそのままなんか書いたらね、バーって言って、あ、なんかツイッター、今ネットってやっぱすごいなとか思っちゃったんだけど。おばあさんだよ。いや、まあね。いや、だから私もさ、さすがに今、あの、本当にすごくたくさんの方にいつも見てもらってるじゃないですか、YouTube。まあ、そうだよね。YouTube もなんだかんだメインチャンネル今は20、もうすぐ7万いけそうだけど、ね、そっか、そんな感じだよね、うん、だしね、ビオリも1万人以上の方に見てもらってますし、うん、ツイッターもね、なんだかんだ7万8万いったっけ8万前後の人に見ていただいてるから、うん、そんなにこう、あの、軽はずみに変なことは言わないようにはね、うん、いつも心がけてはいるんだけれども、なんか昨日はね、ストレートに思いを書いたんだけどさ、うん、まあ、どんな時でもそういうことはあるよね、うん、普通の今までの仕事だってそうだしさ、あるの、仕事でうまくいかない時とかはさ、うん、俺鼻筋にね、みんなで飲みに行ってちょっと発散させたりとかもあるわけじゃない、うん、ある、全然ありますよ、ね、だって私もなんかちょっと働いてた時なんかは割とそうだね、飲みに行って発散することもありましたしね、うん、あとはやっぱり私の場合は制作をするから、うん、その制作をするとね、どうしてもこう、なんて言うんだろうね、ここの目の前の、なんでもそうなんだけどね、うん、作品に対してすごい向き合う時になんかこう、わかんない、感覚的に考えることが多い、自分はそうなんだけど、うん、多いからかわからないけれども、すごいこう、いろいろなことを考えるのね、うん、ってなった時に、いい意味でも悪い意味でも考えすぎちゃう時があって、うん、で、なんか よく言えば、なんか目指してるところが 高くなるというか、うん、でもだからこそ悪く言えば自分を責めるってことが結構あるんだよね、うん、もっとできればいいのにとか、もっといい表現があるはずなのにとか、うん、いう感じで、でもそれをやるから、あの、毎回やっぱりみんなに結構ありがたいことにね、いいですねと思ってもらえるような作品が出来上がることも結構ありがたいことにあるんだけれども、うん、でもやっぱ葛藤はすごいしてて、なんかさ、うん、ものづくりしてる人とかさ、うん、いわゆるアーティストってさ、うん、なんていうんだろう、自分で解決しないといけない問題があまりにも多すぎるなと思ってて、例えばさ、じゃあ自分の作品作りにおいてさ、どういう方向性にしようかなとかさ、うん、どういう作品にしようかなってさ、うん、結局はこう、自分で答えがないものだからさ、うん、自分で決めることが多いじゃん。そうだね。そう、例えばじゃあこの色何色にしようかなとかって思った時に、うん、なんだろうな、いろいろ自分で見て、うん、あ、この色がいい、あ、この色じゃないとかって言って、どん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 こう悩んでって、そうだね、なんかうまい色が作れないみたいな。そう、あ、だけど例えば、なんだろうな、まあ俺は昔営業をずっとしてたからね、うん、営業で例えるとさ、うん、なんか人とうまく喋れないとかってある程度答えがあるわけよ。うんうんうん、あ、うんうん、あ、お前の会話はこうこうこういう風になってるから、うん、もうちょっとじゃあヒアリング締めればとか、もうちょっとこう締めればとかあるんだけど、そうだね、アーティストってこう自分自身で考え抜いて答えを出さないといけないから、それはどん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 こう視野も狭くなっていくし、なんか自ら広げていこうっていう行動をしないと、まあ、自信喪失はするだろうなっていう、まあ、喪失とまでいかなくてもちょっとこう落ち込んだりすることもまああるよなっていう気がする。解決策がさ、なかなか難しいもんね。
うん、でも私の中では結構もう答えは出てて、うん、それでいいと思ってんのよ、うん、だって私昔からそういう風にものづくりしてきたし、もちろんものづくりっていろいろあるじゃない、うん、例えばものづくりっつってもチームで協力して何かを作り上げるっていうようなものづくりもある、まあ分担作業してるパターンとかね、そう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 、でもなんか、まあ、傾向としてかわからないけれども、まあ、私みたいな例えば何か書いたりとかで一人で完成させるものかな、つまりは一、うん、人で完成させる系で、そういうなんかわーって書き込んでいったりとか集中して作ったりとかする系のものだと、やっぱりこうどうしてもその世界は狭いよね、うん、その思考の中でなんか自分の中で一人だけでなんか空想上の世界に飛んでいったりとかしてることはよくありますけれども、うん、多分多いと思うんだけれども、そういう方はね、うん、ただ実際問題こもってる空間自体は割とこう狭いのね、物理的にも、うん、そうそうそう、うん、だからこうだからこそ考え込んでよってことは確かにあって、うん、でも私はこれでいいとも思ってるのよ、うん、でもだからこそ入り込めるっていうところもあるから、じゃあ例えばね、極端な話だったらなんか楽しくやれてないんじゃないですかってことはみたいな、うん、だったらやらなければいいじゃないですか、ちょっと違うんだよ、うん、それをやることがそもそも楽しいし、そこから先に生み出されたものに喜びを感じるし、なんならその苦労してる時間も極論喜びなのよ、うん、いや、わかるわかるわかるでしょ、それもわかる、うん、そう、ただやっぱりまあ、そういう中で何かが重なったりとか自分の中での課題が多くなった瞬間とかだと、うん、うわーってなったりすることはマジである、うん、なんかさ、うん、こういうパターンもあるよね、その時悩んでる時とか大変だなって思ってる時は楽しくないよ、うん、例えばね、あーそういう時もあるよね、でも後々考えてみたら、うん、いやあの時ああいう経験してよかった、楽しかったな、うん、みたいなっていうのはあるよね、いやあると思う、多分だけど、うん、多分ビオラーさんの中でも、うん、多分会社で働かれてる方とか自分で何かをやられてる方とかも、うん、きっと今は多いのかなと思うんだけれども、うん、きっとあると思う、そういう時、うん、なんかすっげーあの時苦しかったなとか、うん、超この時徹夜だったじゃんとか、うん、なんか散々なんかクライアントにいろいろ言われてなんかすごい嫌な思いしたの、だけどなんか最終的に出来上がったものは本当に良かったし、あとはすごい経験を覚えたとかね、うん、学びがあったとかで今の自分に繋がってるとか、うん、多分そういう経験はだからあると思うんだよね、みんな、うん、うん、ジャンルは違う、絶対何かしらあるかなと思って、あると思う、俺もさ、なんて言うんだろう、昔、うん、結構昔だけど学生時代に、うん、オーストラリアにさちょっとだけ留学しに行ったことがあって、あ、言ってたね、そうそうそう、その留学した時結構山の方だったんだけど、うん、めちゃくちゃ暑いわけよ、あれしょ、お弁当腐り事件、お弁当腐ってるしもう言葉通じんしもうなんか車、うん、車に乗ってて、うん、なんか煙が出て止められて、なんかシートベルト後ろの席でもしなきゃいけないっていう文化を知らなくてしてなくて、もう罰金3、400ドル取られてみたいな、もう散々な目にあったけど、うん、その時はもうすげえ大変だったわけよ、うん、飯も満足に食えない、うん、罰金取られるわ、言葉通じないわ、うん、もう終わったなって思うわけ、うん、でもなんとかこう生き延びるわけですよ、人間だからね、なんとかなるんだよね、そう、なんとかなるんですよ、ね、うん、そうで、うん、こう帰ってきて、うん、まあ、年数が経って、うん、今思うと、いやあの経験なんだかんだ楽しかったなみたいな、話題話みたいなね、しててよかったな、そうそうそう、うん、面白かったなみたいな、今もこうやって話せるぐらいさ楽しかったなと思うわけよ、そうだね、だからその当時は本当泣きながら必死だったわけ、生きるのにね、うん、大変だったわけよ、ホームステイだったからさ、うん、まあ、でもなんかなんだかんだ楽しかったなみたいな、今になって思うみたいな、そういうパターンもあるよね、わかるわ、で逆にこういうパターンもあるよね、こうなんていうんだろう、会社とかで、うん、こう三手数がなんかデスマーチみたいな感じになってて、みんなでこう物を作り上げるとか、はいはいはい、プロジェクトを成功させるために徹夜しながらデスマッチで頑張るみたいな、うん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 、めちゃくちゃ辛いし会社に泊まり込みだけど、うん、のこう仲間内でやってるのが楽しいみたいな、そうだね、そういうのに喜びを感じる方もそう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 いるし、いろんななんか捉え方があるよな、そうだ、ね、大変だけど楽しいみたいな、そうなのそうなの、そうなんだよね、うん、だから人それぞれそういう、要はなんかそれによってなんていうかね、自信喪失やっぱしてしまったりとか、すごくこう自分がダメなんじゃないかってなったりとか、もっとできることあるんじゃないかって思ったりして、自分を責める瞬間ってあるんじゃないかなと思うんだよ、うん、わかんない、もう全くもって思わなくてポジティブで、本当の意味でなんかポジティブっていうのかな、わかんないけど、わかりやすくポジティブみたいな方もね、もちろん中にはいらっしゃると思うんだけれども、私はそういうタイプじゃないの、だけど大きい見方するともう常にポジティブではあるなと思う、うんうん、多分めっちゃ、うん、多分それは行動に出てるんじゃないかなと思う、でもやっぱりその目標に向かいたいし、やっぱこう理想を追求していくから、こうなんだろうね、前向きにやってるっていうことはあるからね、うんうん、
まあでもね、やっぱそういうのの繰り返しだったら人間ってさ、って感情がある生き物じゃない。まあね。そこはもうね、しょうがないと思うよ。うん。自分だけにしかわからないってものもあるしね。まあね。人に理解を求めるのもなんか違うと思うし。難しいよね、やっぱり。だから自分の中で結局は解決するんだけど、その比重がアーティストって大きいよなって思う。その答えが落ちてないからさ。いや、そうだね。で、もっと言うとさ、私はさ、やっぱ一応ね、そのここの例えば今動画でみんなにこう、こうやってお話をしてさ、楽しもうっていうスタンスでやってるんだけれども、まあ、ってなった時にさ、なんか基本スタンスとして、私はあまりにもこう、その例えばね、今こういうことにすげえ悩んでるっていうネガティブな感情を例えばそのままぶつけたりすると、やっぱりこうそれが気持ちよくないと感じる方も中にはいらっしゃるかもしれないし、もしくはこうちょっと微妙なニュアンスだから間違った受け取り方をされても自分にとってもあまり良くなかったりとかもあったりするから、まあ、紛らわしくなることはね、なるべく私は動画内では言わないようにはしてるんだよね。まあ、だけどやっぱそういう自信喪失に陥ったりとか、そういう葛藤もありながら何かを進めていってたりとか、何かを作り上げてるっていうことはマジで日常茶飯事である。やっぱ動画だけ見てるとさ、すげえなんか流行ってきますみたいな感じで、はい、もうなんかさっさっさシュッシュッシュッなりました、やったー、いい作品になりましたみたいな、めちゃくちゃずっとまとめるとよ、みたいな多分感じで、あの楽しく見ていただいてるっていう感じだと思うんだけれども、めちゃくちゃ省略してる部分だとそういうとこは結構多かったりする時もある。でも全部楽しんでやってる。まあね。あ、でも中にはちょっと結構そういう苦労みたいなところがあった時もある。なるほど、そういう時ももちろんある。はいはいはい、やっぱりね、まあ、いろんなパターンがあるよね。あると思うよ、いろんなパターンが。まあ、それが長続きする時もあればさ、そう一日で終わる時もあるしね。そうだよそうだよ、みんな一緒ってことじゃない。なんか悩んでるの疲れたわみたいな感じでさ、わかるわ、一瞬で終わることもあるしな。本当にそうだよね。まあ、俺の場合大体寝れば忘れるんだけど。でもなんか基本平和だよね。寝れば例えば忘れる環境っていうのはいわゆる寝る環境があるってことじゃん、まず。そうだよね。そのベッドでちゃんと忘れられるぐらい心地よく寝てるわけじゃない。だったりとかさ、例えば面白いアニメを見てちょっと悩んでたことが緩和されたりとかさ、まあね、まあね、気持ち的にそうやって上がるとか、それぐらい結構恵まれてるじゃん、意外と。確かに。日常ってそういうなんか普通のことがすごくやっぱ支えになってるよね。感じなんだよね。まあそういうこともありますよと。そういうこともありますよと。でね、みんなこっから急にと思うかもしれないんだけど、じゃ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 ーん。急に来たね、急に来たね。まあね、残り少ないからね。そうそうそう、今日は1個だけだから開ける。そろそろ、この前もお話ししたけど、そろそろシークレットが来るぞと。来るぞと。シクレね、シクレ、シクレ、シクレ。108分の1。いけるんじゃねえのかな、今回は。しかもこの前私、危うくさ、音符の台を捨てそうになってやばかったよ。発掘したから。いや、だからそのマサさんに言われて、あの後すぐね、撮影の後に、あれ、そういえばちゃんと撮ってたっけって言われて、撮ってたかったってなってる。やばと思って。頼みますよ。そうだよ、危ないよ。あ、シークレットかもしれんからね、中身見れないようにちょっと渡して。そうだね、シークレットかもしれんからね、シークレットの喜びもあるから。可能性はゼロではないか。おいあ、そうだ、今このシリカゲールでな、思い出したけれどもね、このシリカゲルもね、あのコメントでね、あの書いてくれた病院さんがいて、あの接着剤の中に入れてますと。私もさ、接着剤ボックスにまとめて入れてるからさ、そこに入れるといいんだってなった。詳しい理由忘れちゃったけど、なんかその湿気吸ってくれるね、そんな感じだよね、湿気する目的だからね。ということで、みんないろいろ教えてくれるから、私も学びがありますよ、本当に。そうですね、詳しい、詳しいよね、やっぱね。いくよ、せーの、じゃーん、フレイム。あ、あれだ、あ、入ってたね、火のやつ入ってたね、ほら、話したじゃん、これも中入ってんじゃないって。入ってるわ。入ってる、入ってます、ほら、音聞こえるか。かわいい、ほら、ほらほらほら、キラキラ、見せてる。え、でもこれ好きなんじゃない、だってこのフローズンだっけ。あ、いいね、好きって言ってたじゃん。これいいね。で、これも、バンザイが
できます。できるタイプね。犯罪できますタイプです。はいはいはい、はい。いいね。なんかこれ鬼っぽくて可愛いね。鬼っぽいっていうかなんか。うん。やっぱ名前なんだっけ？フレイム。どういうことフレイムって？フレイムって炎って意味だね。え、そうなの？うん。そうなの？そうだよ。へー、フレイムって炎なんだ。うん。ファイヤーじゃない？ファイヤーが多分ちょっと火ちっちゃいって意味だ。へー。フレイムって多分炎っていうのと思う。ちょっと大きい。え、あんまなんか意識したことなかったっていう意味だと思うけどね。でも多分いろんなところで触れてんだろうな、この単語自体には。うん、意識してない、なんかの辞書になかったから意識してないだけで。うん、多分。かわいいじゃん。いや、まだやっぱ最後の最後までジャッシュ来るか、やっぱり。うん、あ、そうだね、炎って火炎とか火炎炎って意味だから多分ちょっと大きいんじゃないかな。あー、そういう感じか。まあ、火炎って言われてさ、ちっちゃい火イメージしないもんね。あ、大きい炎のイメージだもんね。いや、確かに。うん、火炎放射とか。そうだね。え、これさ、黒い牙なの可愛くない？確かに。確かに黒いね。あ、金の牙もいたんだね。今思ったら。あ、そうだね。うん、完全にヒップホップやん、あいつ。ヒップホップで誰か？金の歯って。金の歯すらヒップホップのイメージ。でもさ、本当に昔は、あの、いわゆるその、なんだっけ、入れ歯っていうか、刺し歯歯をあえて金にする人が、それが流行った時代があるらしいんだよ。うん、しかもなんか、ね、私見たことないんだけど、この歯の縁だけなんか金みたいな、そういうのも流行ったらしいよ。うん、ヒップホップの世界だと結構流行ってるよね今も。なんかそういう文化で、確かこういう。そう、うん、本当だ。知らなかった、こういう感じとか。うん、ヒップホップって結構ね、歯金にしたりとか、なんかその、なんていうんだろう、好きな人はね、やったりするよ、結構。意外と。でも確かに、ファッションで。歯って、今でも別に入れようと思ったら、金入れられるもんね。うん、だから上からかぶせてるのかもしれないよね。高いんだよ、結構。うん。実は。金の。高いよ。うん。意外とね、やっぱりね、うん、このシリーズはね、やっぱりこう好きだっていうビオラーさんも多くって。あ、ほんと？まあ納得だよね。めちゃくちゃ可愛いからね。うん。可愛いもんね。うん。いやー、ちょっとちゃんと並べたいな。ね、うん、まあまた回収しましょう。なんかもうそのうちここ全部ポップマートを並べちゃっても、でもそれぐらいポップマートが増えたのよ。うん、だって上の段全部ポップマートじゃん、これ。そうでしょ、ほぼほぼ全部。もうそれだったらもう堂々とポップマート飾ってもいいんじゃないかなって気がしちゃって。うん、高価だし、やっぱりポップマートしかもね。まあね。とかも思ってるよ。うん。いいんじゃないかね。そうなんだ、そうなんだよ。もう場所キリがないからね。確かにね。うん、場所問題はね、永遠のテーマだよね。永遠のテーマだね。だからここで撮影してないところとかに飾ってるものもあるにしても、まあ、それにしてもって感じですよ。だからやっぱり収納したりとかなってくるよね、やっぱりね。あと飾り方もんだよね。うん、そう。見てこれ。なんでその動き。いただきました。ありがとうございます。見てるかわかんないけど。俺の分もあったんだよ。しれっと来てます。ん、俺の分ももらった。あったね、うん、来てる。まだ来てない。まだ来てない。うん、取っといてる。取っといてるね。取っといてる。含みを持たせて。え、含みじゃない。含みを持たせない。含みを持たせない。含みを持たせないね。うん、なんかさ、そういうのももらい物ってさ、うん、着るっていうよりはさ、なんかこうグッズとして取っときて、あ、わかるわかる、イメージなんで。わかるわかる。うん、そういうのあるよね。あるあるある。なんかコレクターっていうのかな、うん、コレクションにするか実用的に使うかみたいなのって結構悩むポイントで、うんうん、例えばすごい好きなあのデザイナーさんの T シャツとかも、うん、なんか買って着たくないなってやつもあるんだよ。あ、なんか普段使いしようと思って買ったんだけど、いや、よくよく考えたらこれ着たくないなみたいな。そのままスニーカーとかもない？スニーカーもある。あるよね。俺結構靴好きだからさ、うん、なんかうわこれ履きたくねえなみたいなのあるよ、やっぱ。うん、まあそうだね、うん、これはちょっとまあ取っとこうかなみたいな、飾っとこうかなみたいな。そう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 、うん、コレクションだよね、本当の意味でね。そうそう、そういうのもある。うん、まあ確かにね。まあっていう感じでございました、皆さん。でもいつもね、本当にみんながさ応援してくれるから、私もよりより楽しくというか、
より今日気持ちよくやっぱり制作とかしたりとか発信できたりとかするところがあるからね。みんないつもありがとうございます。本当結構ポジな言葉みんなくれるのよ、うん、だから私もより前向きに楽しくやれてて、あ、みんなにまたいろいろ届けたいなって思いもね増していってるからね。まあそんな感じですね、うん、でポップマートはあともうちょっとで、ね、全部これ開封できるから一個全部揃ったらさ、あの一気にこう撮りたいなと思って。ああそうだ、そこの一角をね、うん、まあそういう感じですよ。まあシークレットはまあ皆さんちょっと焦らないで、次ぐらいに多分出るんじゃないシークレットは次ぐらいでも最後で、次出んじゃない、次ぐらいほぼ最後で、そうだ、そうだ、ね、次出ますからやっぱ皆さんお待ちくださいね。はい、ということでみんな今日も最後まで見てくれてありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。また次のビオレでお会いしましょう。バイバイ。